あいつ何するつもりだ。私は嘘なんかついていないわ。最初から最後までただ娘のニエガを救いたいだけ。今はまだ私の子じゃないけど、全てが終わったらこの子は本物のニエガになるのよ。今はって一体どういうことだ。もう理解したようね。そう、私がやろうとしているのは記憶を利用してニエガを蘇らせること。あの子は八神の国に長く居すぎた。暗いのも寒いのも苦手なのに、ニエガを一人にしたのは私よ。だから必ず連れ戻さないと。怖がらないでニエガ、お母さんは何も忘れてなんかいない。あなたの名前を今も覚えているわ。おそらくあんたが考えてる通りだろうね。じゃあ上で横になってるのは誰なんだ。同じ集落の子よ。この子の両親は以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然この子の誕生日は私のニエガと同じだった。この子を引き取ってずっと面倒を見てきた。そうすれば少しは楽になると思ってね。初めてお母さんと呼んでくれた時すごく嬉しかったわ。けど急に怖くなったの。この子は本当に私の子？どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに、私が連れ戻してくれるの？言ったはずよ。ニエガを連れ戻すためなら私は全てを捧げても構わないって。今こそ全てを捧げる時なの。私が持っているこの役立たずの小命にもそろそろ役に立ってもらわないと。力を貸してくれないのならニエガの小命のために燃料となりなさい。シロネン、まだ動かないのは周りの冥黒図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥黒は全て配置した。冥黒図もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥黒はニエガの本当の子命になる。ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。おい、まさか強行突破するつもりか。この冥黒図には穴がある。もうすぐボロが出るからうちの合図に合わせて。ニエガ大丈夫、心配しないで。お母さんがいるからね。さん、ずっとそばにいるわ。決してあなたを忘れたりしない。に、さあニエガ、早く目を覚まして。お願いだから早く。一、大丈夫よ、安心して。もうすぐお母さんに会えるからね。ニエガ、近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの。薬なんて飲みたくない。痛い、痛いよ。どうして私しかいないの。ニエガ、どうして。薬なんかいらない。ずっと一緒にいて。もう見捨てないで。ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。
泥まみれの水石、こだまするテペタル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっと。お母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹く新芽、生い茂花を守る若葉、巡りし万象、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに、会うのは初めてだね。あなたがニエガなの？うん。あなたの名前は？私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。ニエガがいたわ。私と会話もしたのに、どこへ行ったの？ねえ、ニエガ、ニエガ、どこにいるの？聞こえたら返事してちょうだい。お願い、お願いだから。シロネ、あなたも見たでしょ、私のニエガを。この手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。ええ、そう。あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば、そう、もう一度やればニエガはきっと。おばちゃん、まだ気づいてないの？気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ、何も。あの子は私のことを怒っていて無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、それくらい仕方ないわ。おばちゃん、いい加減にして。燃焼冥国で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。おばちゃんはみんなからニエガに関する思い出をたくさん集めたけど、一つ忘れてる。集めた記憶の中には、本物の思い出以外にも無数の感情が混じってるってことに気づかなかった。みんなが重病のニエガのお見舞いに来た時、どんな感情を抱いてたか。死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして徐々に下がっていく体温を見た人々は、悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。その感情はすべて、あんたの手によって燃焼冥国に取り込まれ、実在する過去となったの。さっき灰色の人影がいくつか現れたでしょ。あれは過去を映した姿。彼女たちはニエガの最後を繰り返すことしかできない存在なの。逆に本物のニエガが伝えようとした言葉は、どれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガのことを記憶に刻んで、あの子にもう一度会おうと。ニエガはずっとおばちゃんのそばにいたんだよ。おばちゃんに役に立たないって言われたコメはずっと前から全てを記録してた。あらゆる手を尽くし、何もかもを投げ出してまで娘を救おうとしたのは紛れもない事実。自分のコメの意味を忘れたわけじゃないよね。私の孔明はウンドゥグ。その孔明はあんたとニエガの間にある揺るぎない家族愛を刻み続けていた。それなのにあんたはそれを見て見ぬふりしてきたの。名前とは過去から未来への祝福。
これ、おばちゃんが教えてくれた言葉だよね。ニエガに名前をつけて最初の祝福を送ったのはおばちゃん。けど今その人は自分の手でニエガの名を檻に変え、罪のない子供を、そして自分をも閉じ込めた。ニエガは私の全てよ。あの子がいない未来なんて考えられないわ。祝福は、ニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなった。私の手を握りながら、痛いから抱きしめてとお願いするあの子の夢ばかり見るの。けどね、何も見えない。ニエガを抱きしめられないのよ。目が覚めるまでずっとただ名前を呼び続けるだけ。毎日毎日自分のことを憎み、コメのことを憎んだわ。あの子ももしかしたら。ニエガも自分のことを憎んでるって思うの？おばちゃん、ニエガが最後に残した言葉、本当の遺言を覚えてる？それは。祝福を感じられないのは本物の過去を忘れたからだよ。おばちゃんはただ自分が想像した記憶に使って現実逃避してるだけ。過去をなくした名前は根のない枯れ木に過ぎない。朽ちる以外に未来はないの。これでおしまい。おばちゃん、これで全部終わりだよ。おい、ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方がいいんじゃないか。ここで横になるのは良くないか。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。すぐそっちに行くから待っててくれ。ありがとう、パイモンお姉ちゃん、旅人お姉ちゃん。私なら平気だよ。ニエガお姉ちゃんが助けてくれたおかげで、もうそんなに苦しくなくなったの。よかった。もし本当にニエガになっちゃったら、この物語も勇敢な手食いと同じになっちゃうからね。ここでおしゃべりするのもあれだし、場所を変えよっか。ラゾーリはどうするんだ？安心して、おばちゃんはもう危険な真似なんてしないから。